堂々化は一番差止め。不審初期である1700年代に作られたと推定されている。現在は機能していない。堂々化は6番差止め。包み高13.3メートル、包み町55.8メートル、別所7番差止め。包み高8.5メートル、包み町49.0メートル。庭下に大も向き放差止め。 津み高8.4メートル津み見町66.0メートル福山藩の砂止めは、江戸時代に福山藩が藩内のビンゴ地方、現在の広島県福山市に付審した砂防園庭である。元禄13年から付審が始まったとしている。主目的は農地保全つまり、下流側の農地、民家、ため池を土砂災害から守るため、場所によってはその近くに、城下町、 宿場町、寺社、街道があるためそれらの保護とも推定されている。江戸期に作られ現存する砂防園庭は日本国内において特にこの地域に多く増築、傘状を続けて現在でも多数が砂防園庭として機能している。ただし当時の記録資料自体が少ないため不明な点も多く全体でいくつ作られたかわかっていない。近代に入り、 欧州からの技術導入により日本国内に砂防堰堤が作られたものの、福山の砂止めはそれらとは完全に別の技術史を歩んでいる。神戸福山三原広島岩見銀山府中赤は西国街道の木が石州街道の宿場。正澤による土砂災害例ビンゴ地方は中国地方のほぼ中央に位置し、広島県内の東側を占める。 福山市は県岸部瀬戸内海沿岸に位置し一級河川芦田、川中下流部の福山平野の上に形成された町である。県最大の国草地帯でもある。気候は瀬戸内海式気候で、梅雨台風を除けば降水量は少なく温暖な気候が続く。芦田川は流域のほとんどを河口岩で占められ、下流は風化した河口岩が堆積して、 中石平野を形成した。この風化した花崗岩が堆積したものを西日本では特にマサドと呼ばれる。この土は崩れやすく、降雨の際には流出し、河川下流域過程に堆積したりあるいは土砂災害となっていった。なお、広島県は瀬戸内海式気候であるため花崗岩の風化が進行しやすく、平野部が少なく山裾ギリギリまで都市化が進んでいる。 ことから、日本一土砂災害危険箇所が多い県である。古代及び中世における、この地の中心は、足田川中流域であり、下流域は、山村が点在していた。古代から中世山陽道は、微中の茨から神戸府中を経て、三原に至るルートであった。江戸時代に入ると、秋、ビンゴ両方を収めた、福島真っさのりは、慶長7年神戸と三原の間に、 今津事故を設け近世山陽道を沿岸部に移した。また、江戸時代初期には、幕府直轄となった岩見銀山から、当時比較的安全だった陸路を用いて、瀬戸内海側へ銀を運ぶため、大久保長安によって、石州銀山道が整備された。いつ整備されたか正確な記録はなく、1607年から8年頃以降とも言われている。幕府は、生息を解役した後、 この地を、西日本の戸山大名への防衛拠点、西国の鎮営として、不大大名を置くことにし、元那5年、水野勝成が入法し、福山藩が起こる。当時幕府は一国一条例の下で築城に厳しい制限を設けていたが、こうしたことから勝成に関しては国高に対して、破格の規模の福山城築城が許可された。勝成は、足高は下流域に、 福山城下町を整備、半運営のため治水、利水整備及び産業育成を推進した。日本三大急上水道の一つ、福山急水道や、ビンゴ三大ため池の瀬戸池、春日池、服部大池が作られたのはこの頃である。水野市は、六ツにより五代で断絶、天領、松平忠政半生を経て、法営七年から、安倍氏が幕末まで統治した。 安倍氏は、征服が大阪城代を務めたのをはじめとして、老中4人排出している。こうしたことから、安倍氏藩主は1000人もの家臣団と共にほぼ江戸にいた。ため出費がかさみ、安倍氏時代の福山藩は、慢性的な財政難であった。領民側から見ると、水野氏時代は勝成から続いた、領民重視の全盛であったが、天領寺の検知での厳しい査定の結果を思い、 年貢負,負担が幕末まで続き、安倍氏時代は老中就任に絡んで、さらなる増税が課せられた。そのため安倍氏時代の民は、不作が続くと年貢減免を要求して、百姓一家を頻繁に起こしていた。江戸初期、太平の世となり、町の開発が進み商品経済は発達していった。燃料、建材、肥料、透過材、薬剤などとして木材が、 文字通り猫葬儀伐採され、鍵山が目立つようになった。他藩では、江戸初期に独自に、山林開発を取り締まる例。例えば、岡山藩は、漢文19年、和歌山藩は、昭法2年津藩は、慶安元年にお触れを出している。四大将軍、徳川家綱時代の漢文6年、幕府は、治水を目的として、森林開発を制限する、諸国山川沖手を発布した。 現在、この掟は、当時の環境保護対策法としては、先進的なものであったと高く評価される。一方で、全国的なものではなく関西の淀川、大和川流域に限定したものであったため、そこまで評価できないとする者も,もいる。五大将軍、徳川綱吉時代の天那三年淀川の、視察命令を受けた河村瑞賢は、土砂流出対策を幕府に進言。 上京元年2月淀川治水工事着工、同年3月幕府は、再度山川沖手を2つ、同年8月幕府は、淀川、山和川、落合川上の山海肌、ヤバタの停止令2つ、同年京都庁奉行所内に、土砂流奉行を設置する。この一連の中で、土砂流出対策として、植栽と土砂止めの整備が考え出された。 当時の砂止めは小規模な応急処置的なもので、抜本的な解決に至らなかった。この頃、諸藩でも土砂流武進が始まった。ビンゴ国分寺、元禄七年再建時に現在地へ移された。水野勝主福山藩水野氏二代藩主、水野勝利氏は父、勝成の事業を引き継いで、藩運営に尽力し、そして当時としては、過剰なほどの領民思いの名君であった。 福山藩西湖の土砂災害の記録はこの時代であり、寛永18年半内で台風に伴う、鉄砲水によって土砂災害が発生すると勝都市は過労に当てて、これを憂れた文を書いている。水野市三代藩主、水野勝貞時代の万治三年から、松永の漢拓が始まり四代藩主、水野勝主時代の漢文七年、松永延殿で塩作りが始まる。漢文十二年、 西めぐる海運が開発されると交易品として大量の塩が取引されるようになり、藩内では声援の熱源として、滝木が大量に消費され木々は伐採されていった。遠方元年西国街道と石州街道の交点付近を流れる道道川で、梅雨洪水により土石流が発生、下流の民家、田畑そして貧乏国分寺を押し流し、 当時周辺住民150人弱のうち63人もの死者を出した。勝チによって元禄7年国分寺は再建されている。さらに、農業政策に重点を置いていた勝チは再度、山川沖と根拠として、この時期に、藩内での砂止め不審を構想していたと考えられており、元禄10年あるいは水野勝信神が藩主となった、元禄11年から堂々川で砂止め不を、 実施しようとしたが、長らく着工しなかったとする記録が残っている。なお、道元六十一年昇進は死去し水野氏は、無継ぐ断絶、天領となった。元六十三年天領時代に、元六検地が行われ、その検地町の一つ、ビンゴ国安奈郡下五両村五検地水町に、以下の記載がある。とうとう砂畑三軒一軒半。 国分寺所有レーレレ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 2件半、1件半、白兵表へ所有レーレレ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 3件半、2件、七佐平所有、下五両村五県地水庁舎本の第二、東東とは堂々川のことで、砂畑とはあまり収穫の見込めそうもない砂地の畑のこと、つまり堂々川周辺に3カ所の砂地の畑があったという記録である。 これは、とうとう砂畑が、上質の悪い、小さな高地であっても国高の対象として、形状されるほど畑として整備されていたことを意味し、そこから砂止めの配合地を畑の一部として用いていた、可能性が高いと考えられている。松平忠正以上より砂止めに関して、現在発見されている資料で見ると、1698年までに、 不審計画が立てられたが着工しなかったこと、推定ではあるが1700年より前に不審されていたことになる。現在、日本の砂防止では1700年を福山の砂止め不審が始まった年としている。同元六十三年福山藩に松平忠正が入法する。忠正時代の元六十七年藩は独自の山形取締りの例を二つしている。 安倍正福法営7年、安倍正国が入法、福山藩を掌握し藩政再整備を務めたが、半ばで死去、聖徳5年から安倍正福が藩主となる。共法2年福山藩史上初めて前半にわたる、百姓一揆が起こり、政服は農村再建に乗り出した。この年貢減免一揆を起こし結束した農民たちが、農地保全を藩に懇願し、藩は、 農村再建政策の一環として、それに応えたことにより、藩内に砂止め不振が本格化していったと考えられている。ただし通説では、教法4年ともでの朝鮮通信使接待、教法6年足田川の反乱、教法17年、教法の大飢饉、官方2年利根川反乱による修復鉄大不振と犯罪性を揺るがす任務、 事件が立て続きに起こったため、制服の農村再建はなかなか進まなかったと見られている。なお、福山藩の砂止め不振が本格化していった。この1700年代前半の将軍は、強法の改革を行った八大将軍、徳川吉宗である。東中条村名最長によると、教法19年時点で、道村内に17基の砂止めがあったという。西中条村市では、 原文3年時点で、道村内に12基の砂止めがあったという。国頭屋文書では、法暦14年福田に13基の砂止めがあったという。松永市本郷町市には天明7年、松永本郷道山の下流側に本郷砂止めがあったと記載されている。文化9年、山手村江津では2基の存在が確認できる。文政7年頃、福山半々市。 お田し八が書いた、造保ご不審手控えには藩による、不審の部係に、河川、ため池、干拓に加えて砂止め石垣が記載されており、これは砂止め不審が、藩の事業であったことを裏付ける資料である。安倍正宏安倍氏七代藩主、安倍正宏は、天保の改革失敗による、政治不安、安政の改革、黒船来航、日米和親条約と続いた幕末の時期に、 老中主座であった人物である。通説では正宏は、藩公茂行機関を設立し人材育成に尽力したことなど反省にも意欲的であったものの、藩は財政難で、さらに幕末の動乱期に幕閣を担ったため、年々反省に時間を避けなくなったとされている。ただ、福山の砂止めの歴史に限定すると現存する資料にも現れているように、正宏は、 歴代藩主の中でも特に農民からの要求を、引き入れ砂止め不振を推進したと見られている。いくつもの砂止めが作られたが、江戸期では、こうした対策は実らなかったと考えられている。毎年川床春節のため夫役が課せられていたという。明治15年に書かれた西中条村氏には、読み人知らずの句が書かれている。 アンナの海はいよいよ砂の海となりに蹴り川とは見えず、マイモル砂止め、読み人知らず、年々にかく埋もれきて行末は、いかにやならんせ、くすべもなみ、読み人知らず、明治30年砂防法施行に伴い産地そのものの、防護を重視し、明治35年からの石内港、谷留石積みなどの山腹工事、加えて新たな砂防園庭が施行された。こうして、江戸時代の砂止めと、 近代以降の砂防施策が複合的に機能することでこの地域の土砂災害対策が実現した。なお、日本の土木市では、この時期、親とい外国人のジョージ・アーノルド・エッセルやヨハニスで、レイケが来日し、特にデレーケの指導によって、あるいは海外で学んで帰国した田辺義三郎ら日本人技師によって、各地に砂防園庭が整備されている。例えば、 京都府木津川市のベレー県庭、滋賀県大津市の鎧ダム及びオランダ園庭あたりがそれにあたる。これら近代に海外からの技術導入により作られた砂防園庭と福山の砂止めは構造に共通点があるため、これらの園庭のルーツは福山の砂止めにあるという説もあるが、両者を関連づける資料は存在していない。それどころか福山の砂止めは、 戦後になるまで砂防学会で全く取り上げられておらず、この地域以外では存在すら知られていなかった。従って、福山の砂止めは中世から続いた日本の石垣石の技術から試行錯誤を繰り返し独自に進化していった砂防園庭であり、近代において海外からの技術導入によって作られたものとは別の歴史を歩んできた砂防園庭である。これら砂止めは傘上、 増築しながらも、現在立派に機能している。近年で言えば2016年平成28年6月梅雨前線豪雨において、ビンゴ地方を記録的な豪雨が襲ったが、土砂災害が発生することなく、砂防園庭として機能を果たしている。現存するもので、比較的状態の良い,い砂止めは、自治体による整備に加えて、地元住民による保全活動によるところが大きい。 堂々川周辺の堂々センサー流群は堂々、川蛍同好道会が周辺美化及び広報学習活動を行っている。1970年代に広島県による環境整備方針が立てられ、砂防に加えて歴史的文化財としてあるいは学習、レクリエーションの場つまり地域振興として整備が決まり、研究発掘や堂々公園などの周辺整備が行われ、 2006年国の登録有形文化財に登録されている。堂々川六番砂止めは地元では大砂止めの愛称で親しまれ、長らく江戸期の砂止めとして日本一の規模と言われてきた。近年では別所砂止めが注目されている。この砂止め群は資料にはあったが所在がわかっていなかったところに足田町福田の住民が発見し、 福田の史跡探訪の会が整備を始め別所、伊佐子止めを守る会が設立され、住民単位で美化活動が行われている。2015年に土木学会戦勝土木遺産に選定されている。そのほとんどが江戸時代の形態のままで保存状態もいいこと、そして日本最大級の規模のものが複数存在していることが判明している。2016年には、 足田城上あり地で地元住民が古文書をもとに大谷伊佐子止めを発見している。以下福山藩佐止めに関係する明治初期までの年表を示す。書記表記のうち、道谷予的は明治時代に堂々川周辺の村民同士が争った境界確定訴訟の記録。三谷家文書は現在の山手町の河野、国頭屋文書は 現在の足田町の合能が所有していた文書。和老獣を務めた藩主。福山藩は当初から土木武神が盛んに行われていたことから藩内で石垣の積み方のノウハウが蓄積されてきた。現存する福山の砂止めは江戸中期以降に作られたものが何度も土砂災害にあった中で修繕、増築を繰り返しながら、 独自の構造形態を確立したと考えられている。飛びが、さこいさごどめ。構造は2形式。ぬのつもるの典型で、堂々家は3番さどめ。構造は3形式。表面上は2形式と変わらないのがわかる。別所13番さどめ。上部が4形式。下部が1形式の複合型。上の砂止めと違い水通し水叩たたきのみに、石張りが施されている。 平面で見るとすべてアーチ状に積まれており、当時から土圧に対してアーチの構造的優位性が知られていたことがわかる。基礎にも大割石を用いている。江戸時代の石垣では水が出る軟弱な地盤の基礎には松材を用いたものがあるが、福山藩の砂止めでは使われていない。積み方は布積もるが多くそしてほとんどに周部が設けられている。構造形式は 以下の4つに分類されている。ただし、別所砂止め、大谷磯子止め発見前にまとめられたものである。2009年に発見、調査研究が進められている別所砂止めでは、低体上部に4形式、低体下部に1形式の複合型が発見されている。ただし発掘調査が行われていないことから、新たな構造形式である、可能性もある。砂止め、赤線が単体、 赤丸が、同水系に、複数存在していることを示す。大々が、西国街道、木が、石州街道、以下、判明している砂止めを示す。なお、福山藩のものだけではなく、近代に作られた、銅形式のものも示し、上記の代表例とは別のソースを用いているため、若干数字が違うものもある。神戸町、足田町、山手町、角号町、赤坂町、 本郷町その他、ありがとうございます。